クレメンス・フォン・ベニングハウゼン、クレメンス・マリア・フランツ・フォン、ベニングハウゼンは、オランダ及び、プロイセンの貴族、役人、農学者、植物学者である。ホメオパシーの分野のパイオニアの一人である。現在のオランダのオファー・アイセル州のハーアンク・ヘイブの、名家に生まれた。父親は、ケルン大司教の自重などを務めた人物である。フロー人間大学で法律を学び、1806年に、 卒業した。ルイ・ボナパルトが国王としてオランダを治めた時期に会計検査官、数密官、税務の事務長、王室秘書、地形学研所長などの様々な役職を歴任したが、ルイ・ボナパルトが1810年に追い追われると国の職を退職し、故郷に戻り、アルメロの裁判所長の職に就いた。1812年に父親が死ぬと、 プロイセンのダルップの屋敷に移り、医学、農学、植物学を研究し、多くの論文を発表し、国際的な評価を得た。1816年に、ノルトラインベストファーレン州の司法裁判所長、土地登記事務所長に任じられると、州内を旅行する仕事のために、各地の植物を研究する機会を得ることになり、著書、プリドローマスフロリモネステリエンシスウェストフロレム、 ファネリガミアを出版した。プロイセン王、フリードリ・ヒビル・ヘルム3世にコースフェルト軍の評議員に任じられ、ノルトラ・イン・ベェスト・ファーレン州の医師会の会長に選ばれ、ミュンスターの植物園の園長も務めた。修道所で、神秘家のアンナ・カタリナ・エンメリックの性婚を調査した一人で、超自然的現象でないと結論した。1827年に重い肺病にかかり、 死を覚悟し、友人に別れの手紙を書いたが、友人の一人の植物学者、バイエに、ハーブの沖縄草の服用を勧められ、その使用により回復したことから、自然療法の信奉者となった。ホメオパシーの創始者、サミュエル・ハーネマンと密接に付き合い、治療法ポケットブックなどの多くの治療法に関する著書を出版した。ベンは、植物の学名で命名者を示す場合に、 クレメンス・マリア・フランツ・ホン・ベニング・ハウゼンを示すのに使われる。ありがとうございます。